多くのファンに夢と生きがいを与えてくれるジャニーズに憧れを抱く少年も少なくないはずです。またジャニーズ入りを強く進めたい家族や親戚、友人が履歴書を送る場合には一体どのような手順を取ればよいのでしょうか。今回はジャニーズ事務所に履歴書を応募する方法や年齢制限、その他関連することを大調査し、詳しくお伝えしていきます。ジャニーズ事務所プロフィール、正式名称株式会社ジャニーズ事務所。創業1962年6月。創業者ジャニー喜多川。所在地東京都港区赤坂 9-6-35。 目次ジャニーズに履歴書を応募してみよう。応募できるのは何歳まで。合格通知はどうやって届く。オーディションに合格できる倍率は。ジャニーズに履歴書を応募してみよう。ジャニーズに憧れを抱くのはファンの大半を占める女性ばかりではありません。ジャニーズでキラキラと輝くアイドルになりたくてずっと悩んでいたり、入所する機会を伺っている少年も多いはずです。でも自分に自信がなかったり、家族に反対されたり、そもそも応募方法がわからなかったりと思わずためらってしまう理由もいろいろです。しかしそれではいつまでたってもジャニーズに入るきっかけにすらならず、何の行動もしなければジャニーズ入りはただの夢で終わってしまいます。せっかくの機会やチャンスを逃すことがないよう、本記事では誰にでもわかる履歴書の送り方を伝授します。応募は事前が基本。ジャニーズと履歴書あるあるでよく聞かれるのが、母親が送った、親戚が送った、友人が送った、などですが、基本的には事前が好ましいようです。実際、公式サイトでも、できるだけ希望者本人が記入、と記載されていますが、結果的には事前も他選も受け入れてます。なので、そこまで気にしなくも良いようです。保護者の同意と連絡先を明記。次戦でも他戦でもどちらでも大丈夫ではありますが、その際には必ず保護者の同意と保護者の連絡先が必要です。つまりは親以外の人が他戦する場合でも親の承諾がなければならないということにもなりますので要注意です。同封写真3枚を用意する。履歴書を送る際には全身と顔、そしてバストアップを撮影した3枚の写真が必要になります。その際には、変な加工はせずに、そしてなるべく一人で写っている写真を選ぶことが重要です。対象者が誰であるかが、審査するものに分かりやすくするためであり、もしかしたら合格を左右するかもしれません。市販の履歴書でも OK。履歴書を送る際には、市販の履歴書でも構わないそうですが、くれぐれも、写真を必ず添えることと、自己 PR 欄の入力もお忘れなく、です。宛先は、ジャニーズファミリークラブ、まで。ジャニーズのオーディションというのは、まずはジャニーズジュニアになるための審査ですので、履歴書もジュニアの管轄に送ります。ジュニアの管轄先は以下の通りです。郵便番号 150-8550 東京都渋谷区渋谷 1-10-10 宮益タワー B1F。 ジャニーズファミリークラブジャニーズジュニア希望、履歴所在中、係。よくあるご質問、ジャニーズジュニアのオーディションを受けたいです。ジョニーズネット、ファンクラブ。引用元、応募できるのは何歳まで。気になるのは、何歳まで応募できるかということですが、正直なところ、何歳でも応募する分には構わないと言えます。ただし、あまり年がいってると、22歳という定年制が採用される今後、正直合格はほぼ難しいと言えます。なので、遅くても10代後半までが望ましく、早ければ早いほどチャンスもあると言えるのではないでしょうか。ちなみに、ジャニーズ入所の最年長記録者は、19歳になる年28歳で入所したインパクターズの横原祐希さんです。合格通知はどうやって届く？
履歴書を送り、書類審査が通った者には、後日開催される入賞オーディションの案内が封書で届きます。そして、無事にそのオーディション合格した際には、封書または電話やファクスにて合格通知が届くそうです。ジャニーさんからの直電で合格するケースも、ジャニーさんがまだご存命の時には、履歴書から逸材を見つけ、ジャニーさん自らが電話し、オーディションなしで合格するケースもあったようです。なお、書類審査もオーディション審査も不合格の場合は、一切の連絡はない模様です。オーディションに合格できる倍率は、毎日大量の履歴書が届き、その中から書類審査を通過し、オーディションも合格できる人の割合は、ほんの一握りだといいます。数値にすると、100人から履歴書が送られてきた場合は、オーディションの合格人数はおおよそ10人、つまり 10% の合格率ということです。カッコつけたり上手にしようとする人よりも、どこか不器用で生意気だったり、素直で元気な人や、人と違う部分がある人が受かりやすいと言います。ずっとずっと悩んで、最初の一歩が踏み出せずにいる希望者や、憧れがあって応募してみたいと思っている人は、ぜひ果敢に履歴書を送ってみましょう。その際は、本記事を参考にしていただければ幸いです。